来ておったか。百姓だけで侍が負けた相手に勝てる？すぐに分かる。あんたも酔った方がいいね。ケンジのやつ、その日はわらじ一足で過ごしたんだ。ひどい味だ。母親のお気に入り、浴びるように飲んで。酒が切れると怒ってね、わめくんだ。私の茶はどこだって。それは苦労したな。タカが6つの時腕を折られてさ、あの子を連れて足がちぎれるくらい走った。しばらくしてから知ったけど、のたれ死んだって。姉として立派な行いだ。時として逃げることが何よりも勝る手だて。大変だ。急ぐぞ。何があろうと逃げたりしないよ。坂井様、姉さん、猛虎が。行くぞ。どこにおる？表門です。このままでは。止めなきゃね。あのお方、クロード様だ。クロード様、お助けを。タカ、戦えぬ者を集め館に入れ。みんな館に逃げ込むんだ。急げ。敵だ。門が破られる。一所懸命だ。町に入った猛虎は一人として生かしておくな。敵を通すな。組隊、見かけよ。やり様を守れ。クロード様に続け。
猛虎が引いてく。これ式の戦いで引くとは魂胆もなんだ。釣り出すつもり。いや、できる限り敵を遠ざけ館に逃げろ。俺は投石機を破壊する。私も行くよ。ならん、鷹を見ていろ。まずは敵陣をすり抜け、投石機を壊さねば。火をつけねばな。まず一つ。壁が抜かれた。まだ手立ては残っておる。町に戻るにも難儀しそうだ。
あれは百虎長の手ぬげ。館のそばにおるぞ。我が名は酒井仁。島を割らず異敵に天誅を与える者。己の血で畑を潤うて。すぐに対馬を去れば情けをかけてやる。槍川を焼き尽くす。切り刻んだと誇っておったな。それもここまでだ。ガースザンプサク。町は守った。次は七村殿に加勢し対馬を守ろう。私らは侍じゃない。
誰が猛虎を退けた。あの兵器に立ち向かったのは、槍川を守ったのは誰だ。俺たちだ。あんたたち黙って、猛虎の好きにさせる機会。たとえ侍でなくとも、お主らは戦える。我らで異敵を打ち払い、故郷を救おう。お主らも立ち上がれ。